にはこうやって放課後遊び倒すのもいいね。うん、久しぶりにゆっくりお買い物したりカフェでおしゃべりできて幸せだよ。愛ちゃんが連れて行ってくれた雑貨屋さん、可愛いものがいっぱい置いてあったね。小鳥、どれも欲しくなっちゃったよ。店内もおしゃれで素敵だったし、可愛いフォトスポットもあって大満足だよ。小鳥にそう言ってもらえるとめっちゃ嬉しい。あ、お店で一緒に撮った写真、お姉ちゃんにも見せていい？もちろん。サンキュー。小鳥と映えな写真撮ったってメッセしたら、写真見たいっておねだりされたんだ。お姉ちゃんだけに。それじゃあ私も愛ちゃんと撮った写真、ミューズのみんなに見せちゃおう。カフェで食べたケーキも美味しかったから、その写真も一緒に送って、と。あそこのケーキ美味しかったよね。小鳥の頼んだレアチーズケーキ、絶品だった。愛ちゃんのマンゴータルトも美味しかったね。上に乗ってたマンゴーがお花みたいに飾ってあって可愛かったな。ランチメニューも美味しそうなのがあったから、また行きたいな。それじゃあ今度また予定を合わせて一緒に行こうよ。いいの？やったー。あ、そうだねえ、今日一日楽しかった記念にここで写真撮ろうよ。あ、いいね。それじゃあ私のスマホで撮ろう。やってやって。